お前らみたいなのがいる限り俺は何度でもプレイするはい皆さんこんばんはこんにちはおはようございますということでホラーゲーム「サイレン」主人公須田教役の篠田光之ですよろしくお願いします はい。ということでですね。こんな画面、ホラー感あったかな <laughs> こんな、こんな色だったかそうか。いや、最近ちょっとあの、生電話配信の方をね、毎日しているので、まあ、久しぶりって感じでもないんですけど、ちょっと色味をね、実は変えてるんですよ。生電話配信の方は、あの、明るくね、していて、こサイルの方はね、なるべくこう、プレイ動画 もう見ていいたただきたいんでちょっとこう暗めにしてはいるんですけど、なんかちょっとこんなホラー感あったか。さあ、ということで、始まりましたけども、ねえ、ありがとうございます。ね今日引き続きという方もいるんでしょうけども、えー、夜ちょっとね、細い時間からの生配信でございますが、皆様お付き合いよろしくお願いします。えー、そしてですね、楽しみにしてるよとか。 クリア目指して頑張ってとか、応援してるよっていう方はですね、ぜひとも、いいね、そしてチャンネル登録、えー、そしてコメント、そしてですね、拡散今始まったよっていうのをですね、ツイッターなどお持ちの方はぜひともお願いします。励みになります。さあ、ということでです。ああ、もうチャット欄の方も、もう皆様すごいですね。今日もありがとうございます。ね、皆さんのこのチャット欄、そしてこのサイレン公式パーフェクトガイド攻略本ですね。 こちらを頼りに進めていくという感じになっております。まあね、あの、ほぼ初見、完全初見と言ったら一番最初の方だけちょっと見たことある。あと、あの、ストーリーのところだけはね、ディレクターの富山さんにまとめていただいて17年前に見たことがあるというのがあるんですけども、プレイはもうほぼ初めて。そしてもう今、ね、シナ,シナリオセレクトですか前回から入りましたけども、も未開の地です。それこそ入りましたんでですね、 ぜひとも皆様お力お貸しください。お願いします。今日も頑張ってください。ありがとうございます。今日はナースシューズ会ですね。というね、早速いただいてんですけども。いや、そうなんですよ。そうなるんですね。<laughs> いや、ちょっとね、前回の配信はですね、ちょっとまったり、途中もまったりさせていただいたりとかして、なんかこう素敵なね、また空気が流れながら、いつもと違う感じでお送りしたんですけど。 今日はどうやら、今回はどうやらね、そうもいきそうもないですね。参りましたね。間に合った、間に合った。うん。そう、今ね、チャット欄にもありますけど、参箇所ガチャですね、と。どうやら僕もね、あの、調べさせていただいて、こちらのね、パーフェクトガイドで調べたらですね、ランダムというか、あの、死人が、ナースシューズを持った死人がどうやら、あの、プレイごとにこう、 ナースシューズを隠す場所が変わるらしいと。また厄介なね。だってもう死人何人もいるのにさ、そのどれの視界をジャックして、そしてその視界をジャックをチェックしつつ、いろいろしなきゃいけないというところからのスタートになりますね、今日はですね。はい、ぜひとも皆様なので、今のうちにですね、あの、こんな風に進めたらとかね、なるべくね、あの、一応いつも言ってますけども、クリアーはね、 8月5日までに、ジェノサイドエンド目指してますんで、ぜひとも皆様よろしくお願いします。そして拡散などしてね、なるべく皆さんの力が、たくさんの力が必要なんでよろしくお願いします。さあ、ゲームの音大丈夫かな確か前回はこの、ここだよね、時間を見ればわかる。そう。そう。確保に。うん、できます。シナムセレクト機能を使用しますかこれイエスだね。 そしたら、このシナリオセレクトまでね、前回で行って、前回最後にね、あの、私、須田京也の、あの、すごく、ここ短いですよってチャット欄で教えていただいたところをですね、やったら本当に短くてあっという間に終わったっていうのがありましたけども。果たして今日は、この宮田先生だよね。多分ここだよね。音の方は大丈夫そうですかカチカチ。音 OK! ありがとうございます。もう皆さんもね、慣れてきて。 音チェックとかいろいろ、もう言わずして教えていただけるということでありがとうございます。助かります。さあ、頑張ろう。本日も頑張りますよ。それ楽しみましょうね。うん。今日お祝いしたから大丈夫。いならいいんだけどね。<laughs> ならいいんだけどね。さあ、行きましょうか。音入ってる。まずは、ここの終了条件2なんですよね。 このシナリオから開始しますかイエス。そして今の時に1時間。ね、時間を1時間タイマーでございますんで、これ前回見たところだから。うん、<laughs> バカな。バカな。 ということで、バカなスタート押させていただきましょうか。これが1でしょ終中権1。そしてこちらです、今回。ナースシューズの発見ということで。では、スタート押させていただきます。はい。59分、58、57ということで。さあ、やるかいやるかいやるかいや,やれるのかいまずね、恒例になりました。入ったら、 はい。すぐマップ。はい。まずみんなでこれ確認してみましょう。こちらでございますね。で、まず、そのシビト、ナースシューズを持っているシビトを押し着するというのとですね、テレホンカードを、ここかな確かね。前回はね、あのちなみにこの終了条件1は、宮田牧野役の三田さんが、 ゲストで来てくださった時に、三田さんにやっていただいたんで、僕はね、本当に初めてプレイするんですよ。なので、あのアーカイブをね、見まして、まだ見てないよって方は、ぜひともアーカイブ残してますんで、いろいろ見てください。アーカイブを見まして、なんとなくこう、ね、地図とこう照らし合わせながら見たんですけども、うん、そうそうそう、いや、ミーナのテレカなんだよね。そう、それをまず取りに行かなきゃいけない。 ただね、場所がわからないんだけど、スタート地点がとにかくここなんですよ。で、車は、あれ取り行かないでしょ武器ね。だから、ここにも行くんですけど、まずは、視界ジャックからのここ。ちなみに今私が向いてるのはこっち。スタートここに行って。だから、えー、後ろというかなんというか。で、分かれ道出たら右。そして、細いところまた右。 です、ね、うんまずはこれり拾っとこう一回拾って消して外弱どれがねそのこれかな歩いてるのだと思うんだよこれかなこれでも歩いてんなあ違う これも歩いてんな。どっちかなこれかなこんなことやったらね、殺されないよね。これかな歩いてんの何人もいるな。これかなこんな見ない、見な,見ながら、テレカトリイ行けるかな 見とかないといけないんでしょ、これね。こっちかな、うん、こっちこれ、うん、これはじりじりするね。じりじりしますね、これずっと見てなきゃいけないのかい。 いつ置くんだろう置いたのを確認してから動き出した方がいいよねだって見てなかったらもうアウトだろうね。橋の下へ行くこれ。右曲がった。これかなこれでえあ置いたはい置いた置いた置いた 置いたねえ。ちょっと待てよ。どこだ置いたねえ。えー、っと、あの、橋の近くの、あの、うわ、猟銃持ってた死人の近くだったな。で、テレカを、あの、あれですよね、公衆電話に、 入れて、その猟銃をおびき寄せるみたいな感じこの橋だよね。だから、この橋の奥橋って言ってもわかんない。えっと、これ、これ。これの奥だね。はいはいはい。なので、車、電話、それって感じか。なるほどね。で、まずは、 そんなことよりもテレカ。こっちだよね。で、これ分かれ道右でしょで、また分かれ道を、また分かれ道を、ちょっと分かんなくなっちゃう。分かれ道を、えー、また右。そしたら、えー、ここ。 走ったら怖そうだなとにかくサイレンっていうのは走らないやべいるこれか ああ、もう三つ葉の操作性おいはい、もう、こんな角度、この角の角に来なきゃ、テレホンカードの情報出ませんかもう恒例になってますよ、このもう画面、もうこれデジャブです。何とも見してるみんなに。操作性って言ってもう、痛くないよ、俺も。自分がお世話になったゲームの。 操作性のことでも江戸さんがこの間生電話で「これは操作性って言ってもいい」っていう「クソですよ」って言ってったからいいのか <laughs> はい使用済みテレオンカードを手に入れたはい赤かみが入りましたとであの死人が来ないだろうねうわ近いな一回戻った方がいいね 一回スタートに戻ろう。で、あの、車だよね。ジャガーだよね。えあ、来た今来たよ。ちょっと待って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 。隠れろ隠れよしゃがみ一回。今光ってたよ。こいつじゃなくて、これかこれかもう一回動いてるのこれかこいつに光ってたよ。 危ねえ危なかった彼の道ルート調べとこうかな攻略本でついつい走っちゃう癖があるんでねこうやって見ても分かんないんですよね全部似てるからここじゃない 危なかったあれどこだっけあれあれ俺どこから来たっけもうちょっとかこここっちか戻りたいまず戻りたい彼のとにかく武器 こんなとこ来たっけなここか。ちょっと待ってよ。はい。こんなくねくね曲がってきたかな行きはわかるのに、これ帰り。ここだと信じようかな。飛び降りたから上です。俺上た、これ、これスタート地点来た、来ましたかね来たか。 なら、もし来てるんだったら、まあ、下がっていけば今度はあの車だよね。やばい。赤い水飲んでなかったからだ。ちょっと赤い水飲ましょう。今日はく、今日は濃いね。某100%。うん、赤い水。いやー。心細いなー。まあまあ、皆さんがいますからね。 スタート地点ここ。よしよし。じゃあ、これで今、どっちを向いてますかえー、逆を向いてます。だから、後ろ方面。こっち。死人がいるよね。これか。今、あっち行ってるわ。チャンス。あっちに行ってくる これだはいこれだこれは三田さんのこの間の見たスパナ取るでしょ一回隠れようかなあいつどっち行くんだろう <coughs> 戻ってくるかな戻ってきたところで見つかったら厄っかいか一回戻ろう一回戻ってあの視界ジャックしとか。 あ、もう、もう登ってるわ。じゃあ次は、公衆電話。はい。車、車来て。車来ました。公衆電話、ここ。えー、今、この間にいるから、ここを斜め右。で、公衆電話で鳴らした後にどこ行くかだよね。ここまで戻っていくるのめんどくさいから、 多分右側の細い道のところに隠れた方がいいのかなとにかく走らないことそうもうねサイレンはもう走らないもう仕方がない時だけゴリ押しはかけるのはねこっちぐらいかななで走っちゃうんだろう これか。あ、ちょっと。ここか。あー、もう来ちゃった。いや、もう来ちゃった。いやー、怖いな、これ。怖いなー。これ鳴らして、さっきのとこに戻り、さっきじゃない。えっ、ー、と、地図で見たとこもう一個。だから、逆、後ろを向いて、まっすぐ行ったとこに隠れて、猟銃死人をおびき寄せるんでしょ。 もうね、だいぶね、こうスペース上げないとね、大変なことになってきてるんです8月5日までにね、ゴールクリア目指さないといけないんでね、ジェノサイド。<noise> あ暗いよ。あき来た来た来た。はい、戻ってちゃちゃっ違う どこだどこだここかで、領事、あ、領事みんな焦った。これか。うわ、これ、これ彼やってる間に。あれやばくない違う、逆かか、向こうかか、これ。これ彼やってる間に殺されたらどうしよう。逆かだよね。 来,た来てるか来てるっぽいなよし彼を殺したとかいいよねやべっ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 よっしゃあぶねえ ちょっと待って危ねえ危ねえ危ねえこの間覚えたあの、後ろを倒したら前に行くやつ、実践できたー危ないちょっと待って危なかったあーっと、で、今、橋の方に行ったから、えー、今、公衆電話。危ねえギリギリ全然バレたで、思い出すもんなせ。隠したやつは、 橋渡り切ったところの奥、左側のところの茂みみたいなところに隠してた。奴もいるかもしれないけど、もう武器はあるから、猟銃じゃなければいけるよね。あとは、後ろから来た奴だな。走るな、走るな。あ、いるね。走っちゃダメって ああ、なんで走る全部自分でやってんですけど。なんで走っちゃうんだろうどこだ、どこだ、どこだこの辺かこの辺かああこれかいよっしゃー誰 誰だって。いや、見てたでしょ今、視界で。よっしゃーうわー危ねーありがとうございますうわーしゃー危なかった、さっきのじゃあ公衆電話。これ、今んとこやられたらもうまた、ぐるぐる回るとこだったねー。ありがとうございますやったーうわー きつー。サクサクですよって言い出せ。これサクサクって言うのかなこれ。おっかなびっくりストップクリアですけど。や、危ない熱いエアコン。ちょっとエアコン。熱あー、危なかったー いや、まだこれはね、でもね、三田さんの前回のやってくれたのを見てるとよかったわ。あれなかったら絶対無理だったわ。うん。ほいで、ここだよね。ここで。して。はー、ありがとうございます。チャットの皆さんも。いや、サクサクっていうかね、これ。ありがとうございます。 ノーミスっていうか、気づかれましたけどね、猟銃。何のためにまあでも。あれやんないで行くよりかよかったか。あれ勝手にあ勝手に勝手に行った。やめて病院 病院じゃないち,ゃちょっと待って。まさかえ、これ CM で見たことあるようわっうわっ嘘だうわっ出たきやマジー勝手に行ってここだったうわーき怖リーダーさん、クリアおめでとうさん、ありがとうございます。 もう次行ってた気がついたら。ブナさん、ありがとうございます。うわー。マジでそうだった、そうだったよ。うわー,あー。勝手に行くんだ、これ。間髪入れずに。ええっとあれあいや。あーなるほど。オンダリサ、初日、22時。 終了時期1、宮田と牧野に死人の侵入を伝える。いやいや、もう伝わってないんだ、この時まだ。時間がね、あれだからね、そっかそっか。いやだねいきなり来たねちょっと待ってよ あの CM でいう、ありましたよねサイレン。覚えてます当時知ってる方は。うわ、切ないけどね。いやーだ百162ページ。ちょっと一回見よう。皆さんもちょっとわかることあったら教えてくもう丸腰でしょまたほら本ほんとこういうふうにできてる。ほんとにこういうふうにできてるんですよ。武器を持ったと思ったら次丸腰。 本田さんだよ。苦手なんですよ、丸腰。162。うわ、出たうわ、出たあれいるよ。雲いるよ、雲。兄弟と雲いるよ。 クイックターンの見せ場いや、クイックターンまで一度も使ったことないんですよ。教えてもらったけど。えぇ、ー、マジかよ。なんかサクッと来たのにな、さっきもうこういうことになるよな、初めてのとこで病院とか、ホラー苦手な人間の、もうほとんどの方そ、僕と一緒の意見やと思うんですけど、病院、学校、もうあと家、廃屋、もう最悪でしょ。 この3つは、もうの病院だもんな。は素早く一回スティック弾きましょう。その弾きましょうがわかんない。こういうことこういうことこうこれかな団地も無理。まあ団地も家みたいなもんだからね。 大体全部、そうそう、ホラー苦手な人間はね、これ <laughs> が嫌なんですよ。だから、この病院系は嫌でしょう。あの、藤なんとか級のね、戦慄名丸もね、そうですけども、もう、ほら、お化け屋敷はまだいいんですよ。なんか人だって思うから。こうゲームとか映画とかさ、は嫌なんだよな。これすぐ始まるでしょ、どうせ。 行ってみよう。<laughs> あ、無理もういるもう、いや、ちゃッ弾けないあ、これかちょっと待って開いたもういるいや、スタートと同時にいるやんああ何、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 何何何死解弱しよう。うわ肝ああれえ もういるよ。あ、うわ、なん視界ジャックがうまく効かない。<何>これはおお、急だな。おお急だな。何喋ってんの、二人。これはな、外だね。これは雲雲っぽいね。視野が、あれが低いから。これは高くない 視界高くない飛んでるちょっと待って、ちょっと待って、いっぱいいるし。これは何お姉ちゃんだっけえ、あどっちだったっけあれどうしたあの人は。 いきなりだよ聞いてないよ、いきなりはちょっと待ってあー、疲れた急に疲れたよ地図、地図、まず、の何の地図見る余裕すらなかったよ、急に来ちゃったから。えー、っと、今2階に上がってきましたから。 今私、2階に上がってきて、まだ入ってきてないからか。外にいるのよはぁ。水谷さん何、何今、それどこじゃないんです。ごめんなさい。適当に喋っておいてください、そっちで。すいません。えー、っと。えー、っと、なんだなんだ、よくわからんぞ。まず、 二人の会話聞きたいいや、それ個人的にやってもらっていいみんな。<laughs> そういう時間じゃないみんな、それはあのサイレンやって、個人的に録音なりして楽しんでください。今はそれどころではないんだまず、本当に。みんな他人事だと思って。一時間しかないんですよ。なんでそんな二人の会話聞かなきゃいないんですか僕が今ここで。<laughs> いいよ、でも。聞いてみる せっかくだからね。三沢さんも来てるくれてる。あ一回になっちゃった。あこ,こ、来てくれてるから。まさか。なぜ私たちは無事で、なぜ彼らはああなってしまったのか。うん。気がつきましたか。彼らは何度でも生き返ってくるんですよ。うん。 何が原因なんだでも神の見業なんでしょうかあれが神の見業だとでもあんな化け物になることはかりませんまだ君は27年前のあの日もこんな雨が降っていたんでしょうねこんな長く喋ってたんだ私きましたあの時消えた人々はどこに行ってしまったのか もしかすると私たちは貯めてくださいそう考えるのが自然なんですものすごく長くするとこ,こだってあの時消えたはずの建物なんですからえっ私は失敗なんてしてないんですすみませんとにかく矢尾さんと宮子さまを探さなければ宮子さまが無事であれば宮子の話を知ってる 意識はやり直せるんですかあんなに強いお印を持った方です。今回の原子だって、あの方のお印が何かの影響に逃げたのかもしれませんよ、27年前と同じにこちまさか、綾子様と違って、宮子様は神の花嫁ですからね。神の花嫁たとしてもおかしくはない。それ以上は何も言わないでください。 それはカジロの家が決めたことです。そうですねまた私が口を挟めることじゃありませんね。兄弟の会話。カジロと協会は絶対ですから、宮田さん。それよりこれからどうするかですよ。これずっと喋ってるんですか、これ。もう一度、意識をやり直します。 何もかもが強くれになる前になんとかしなければお二人外に死人たくさんいますよな外ってかもう上にも私には調べたいことがあるんです何ですか何のこといやまだ何とも言えないですが牧野さんは牧野さんにしかできないことをしてくださいさっきの彼女は大丈夫なの すごい喋ってるえ急に静かに声終わったの話うわー 何よすごい長い。ロングロングトーク。ロングロングトークですよ。ロングロングトークしてた。いやいや、もう外にも上にもいますけどね、あんな落ち着いて喋ってる場合じゃ、すっかり分かんなくなっちゃった。でも楽しんでいただけましたか皆さん。ね。 双子の宮田,真の宮田先生と牧野さんの二人の会話、楽しんでいただけたでしょうか以上、SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指して、いやいや、終われない、終われない。話が変わってくるよ、これ。さあ、行こう。ところで、何をどうしたらいいんだちょっと一回開いとこう。皆さんも今ね、 ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。よかったです。楽しんでいただけてぜ。ぜひともいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。余裕ない中、こういうこともできるようになりましたんで、お願いします。さあ、皆さんがね、ちょっと、楽しんでいただいている間に、私はちょっと見ますよ。つまり、今は登ってきました。ああ、なるほど。開けたら、雲言いますと。 なので、203っていうところに入れって言ってるね。この203に入れと。203に入って、なんか外にみたいなとこ行ってるね。いいねしたよ。ありがとうございます。そう、203行って、外に出なきゃいけないんだ。一回そこまで行くか。 そう、ドアすり抜けたら雲いるっていうのはね、今書いてあった。でも、なんか雲はどうやったら、でもこっち丸腰だからね、雲にやられたらもう最後ですよ。駆け抜けかなリサの駆け抜けかなすり抜けた。<laughs> あ、いい表情してたね。 これは歩歩くでしょやっぱり歩かないとまず何せとにかく歩くここかいここかいこ,これかいカーテン開けてよちょっと出ていいのかな 外へ出るいい合ってます <laughs> すごいね。恩田さん。恩田さんオンダさん何やってんの恩田オオさん、なんか違うアメリカの映画みたいになった。恩オ田オさん、すごいな。さらっと出たけど、すごい細いとかアメリカの映画みたいな。あ、なるほど、これそういうことだったんだ、この,この表記は。 びっくりしたよ、急に細いとこ。立っちゃって。ミッションインポッシブルみたいなね、<laughs> 本当に。驚いた、急に。それでこの雲が立ちは出てこれないんでしょ、こっちには。で、どう,どうしたいんでしょうまだ行っちゃダメ行っちゃった。雲の視界ジャックして確認。雲の視界ジャックをする。 視界ジャック。よし。じゃ、まず視界ジャックしましょう。何してね。さっきしたね。これはいい。これと、これはなんかちょっとふわふわしてるから、違うっぽいんだよな。低いやつでしょ。雲だから。これかなこれは雲っぽい。あってか俺近いこれは これは雲かなんか止まってるな。違うか。これは、あれで。あ、これと、これだ。あ、違う違う。これと、何匹んだまったく。これと、待って、これと、これと、こ,こ,これだ。これ低い。あ、違う違う。 あれこれだ。じゃ一緒じゃん。ちょっと待ってよ。もう一匹どこだいやーこんな視界ジャックに時間使って。これなんだこの止まってんのはなんだ一体さっきから。雲ですかこれも雲ですか皆さん。こんなストップしてる雲いるこれかなーと思うんだ。 これと、あこれああれなんか分かんなくなってきた。分かんない、これが雲、これは雲でしょ、まず。これで。これか。一緒じゃん。なんで2匹、これか。一緒だよ。どうなってんだ。もう1匹の雲、どこ行ったんだ。 これでしょ一緒なんだよ。なんだこれどうなってんだこれ <laughs> どうなってんだもう一匹の雲に行かないぞシカジャックこれだお姉ちゃんが入ってあのお姉ちゃん恩田さんのあれが入ってきちゃうもう一匹落ち着け <laughs> どんだけいるんだシカジャックをするのどんだけいるんだい <laughs> もう <laughs>。 スティックめっちゃゆっくりやってんのになーちょっと待って落ち着けこれはいまずこれこれはもうあのロックしてますんで違うねでこれよしよしよできたこれとこれはいはいはいどっちも覗いてるねこれはどうしたらいいですか 多分、覗かれてんだな。あの、思いっきりあそこ通っちゃダメなんだろうな。見え、見えてる間に通っちゃいけないんだ。だから、こう、あ、こことか時に通っちゃダメなんで。多分そういうことでしょ。あそこ見え、見てるから。今か。今っぽい。いやー、遅かったすごくすんごく遅いこれは無理よ。このスピードじゃあ、オンさん、気づかれちゃう。ほら、危ない。 こいつの修正ねはもうこっち向いて向こう向いてるだけだだから向こう向いた瞬間に行こうあこっちのタイミングがあるんだどっちが長いんだあこっちは短いな次だな多分長いのここでしょいや遅いなン田さんまあしょうがないね細いから道が あれ絶対にバレたっぽいのに。<laughs> 今、今のタイミングで見て、絶対にバレたっぽい。いけたのかな今。今だーって言ってくれてるけど、これ。いけたこれ。皆さんの、今いけてるんですかこれ。ちょっとわからなかった。今絶対見てたっぽかったけど。あともう一匹の方。これ。彼はどこをどう見てんだろう。 光ってないから、ばれてない。よしよしよし。これは彼はどこを見てんだろうもう一匹は。あ、これあれでも俺、どこでばれるんだこれ。あ、これ、これかこの動きか。これで、そっから出てくるのかなこの右の、今の右のところからね。ここの時にばれなきゃいけない。だから逆に行ってる。あ、あ、ここだ。はい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 。じゃあもう向こう行ってる時だね。 これじゃあ多分ぶバレるから向こう行ったときだこれだ頼むよちょっと待ってはいはいスト,ストップストップしますはい今は私は多分202に来たんじゃないでしょうか 202に入ったんでないでしょうか。そして多分雲にはバレずに、あの多分前にいた雲が、今光ってる廊下、ま、とこの前の廊下にいた雲が多分左に曲がったんだと思うんだよね。左に行ったんだよ。駆け抜けかな駆け抜けちゃうかなもしかしたらこれ、まっすぐ。攻略本によると駆け抜けてドアを2個くらい行ってるね。 駆け抜けていける。そこからまっすぐ行って渡りどうか。扉閉めながら駆け抜けて。うわあ、自信ないな。扉俺結構やっちゃうからな。うわあ、いけるか。ドア閉めれば安心。OK。じゃあ、とりあえず。駆け抜けて閉めれるドアも閉めよう。それしかない。 その先、行って扉閉めたらオッケーオッケークモはドア開閉できないなるほどいやすぐバレたよしこれか はいはいはいすぐバレたけど、なんとか締めれましたはぁ、あ、呼吸呼吸。そう、リラックスが大事なんですよ。ホラーゲーム。ね。夜の病院。雲みたいなシビット全部リラックスでいけましょうね。大丈夫大丈夫。はい。ギリギリ綱渡り感がすごい。今これでいったからえー、っと。 どうしたらえー、っと、扉を閉めた。非常ベルを鳴らすって書いてある。非常ベルを鳴らす。どこのだろう一階に下って、左側もうゴール本当にいや本当に仏の心で、そう、ドキドキするから。 じゃあ下るよ皆さんの言葉信じてあれここかこれこれか。 何安心してんの安心なんかできないですよよっしゃー死んでないぞ、まだーえ死んでないよね死んでないよーよーし女さん、よかった熱っごめんなさい、もしかしたらこれ死んで、楽しみたかった方もいるかもしれないけど、すみません。 わからないもんで死なずに何とか来れたけど、時間かかっちゃった。よっしゃーあー、おもち太郎さんありがとうございます。応援してます。いつもサイレンを盛り上げてくれてありがとうございます。こちらこそ。いつも応援、サイレンを、サイレンを好きでいてくれてありがとう。ありがとうあついや、冷や冷やしたね本田さんがなんかアメリカの、 海外、海外の映画みたいになった時はどうなるかと思ったけど。あ、あやべしいさん。あやべしいさんいつもありがとう。ゴールよしそう、死なないのが一番。そう、死なないのが一番なんですよ。ゆうえんさん。ゆうえん1976さん。本日の赤い水代です。ありがとうございます。じゃあ赤い水、ちょっと、次足させていただきます。 ゆえんさんにね、赤い水代いただいたんで、ありがとうございます。次たち赤い水しますね。熱いありがとうございます。いやー、急に始まったこのステージでしたけど、ちょっと皆様のチャット欄と、そして、なんとなくの奇跡的な進み具合で、達成できた。そして、あ、また、三津先生だ。みんなで聞こう。 二十三時半、初日二十三時。うわっ。<laughs> うわっ。かっこいい。お姉ちゃん。お姉ちゃんが先生。先生。助かりました。仕方ないですよ。慣れてないんだから、こういうことに。牧野さん。あと、といいます。 うええあ、なんかすごいシーンだったね。すごいシーンでしたね。それはリサさん、オンダーのリサさんからしたら、お姉ちゃんがね、生き狙いになっちゃって、それは気が動転するよね。お姉ちゃんに追いかけられ、最後またお姉ちゃんにスコップを向けられ。そゃそうですよ。うん。タナトス オアコンさん、赤い水代です。ありがとうございます。じゃあ赤い水飲ませていただきます。ありがとうございます。いやー、ちょっとさ、で、さてと、あれこれ次高藤先生で出てるってことは、次勝手にまた高藤先生いっちゃうのかなあれ、心のあれができないからわかんないんだよ。急に来るから。スコップお姉ちゃん怖かったねー。 ふらふら動いてるし。あ、そうだよって言ってる。もしかしてそういうことなのかな高藤、ま、ええー、ここでまた高藤先生無理無理無理これあれですよね、ゲストでタイガー原くん来てくれた時にやったとこってこと ?184 ページ。初日200、あ、初日2時。184ページ。 出たーマジかよここ3連ちゃんきついなしかも終了条件2だよ。体育館非常口の内鍵を外す。で、学校から脱出。覚えてればって、いや、覚えてない。必死だったから前回。皆さん見てくださった方ね。見て、まだ見てない方、アーカイブ見て、残ってるんで見てください。必死に言われるがままに。 タイガー・ハラクに言われるがままにやったんですよ。全然覚えてない。何したっけななんか駆け抜けて階段下ってった気がするけど。条件二の場合は、図書室で晴海を隠してから単独で職員室に向かおうって書いてある。ん 図書室で晴海を隠してから。ちょっとわかんないから、一回。一回。校長でしょまたあの。いや、マジでちょっと一回ちょっとだけ見てみる。あ、でも、これできるな。できるけど、前回ね、あの、話したんですよね。皆さんでね。 この一応攻略本のシナリオチャート、シナリオ進行チャートってのなんですけど、これ順に行ってみようっていうことで、見る限り、次高藤先生なんですよ。やばいね、これ時間的にももう50分、今何分あと13分だよ。あと13分でできるかなあの、ヒリヒリステージ。 これは規定ルートってことでいいのかな規定ルートでゲームでいいんでしょうかねまた前回と似てね。あと13分。必要行動回収。ちょっとその必要行動回収ってのはちょっとわからない。出た。アーカイブのコーナーやるまた。13分なんですよ。これ中途半端にね、やって、心もげるからね。負けたら。 今日今死,んだ死なないで来たからね、ここね。アーカイブ見て復習。そう、前回ね、アーカイブ途中までやったんで、まだできてないんですもんね。やり直しっていうか、フラグが全てなかったことにされる。君ならできるやつ。ちょっと待てよ。わからん。10分。もうこんなこと言ったら10分なんですけども、ろうそく取りました。ちょろうそくって何のことかわからない。慌てるとやると良くない。そうなんですよ。 まあ、ここまで一応2個はね、ステージクリアできたからね。じゃあやりますか。前回に引き続きね。アーカイブのコーナーみんなで、サイレンの、サイレンといえばアーカイブ。サイレンのアーカイブをみんなで見てみようのコーナーやってみましょうか。その前に僕はこれどっちを選んだらいいんですか <laughs> これどっちから入っていったらいいんですか次はまあ別に高藤先生のところ入るだけにはいいんですけど、 次のステージはすでにクリアしてます。シナリオセレクト機能を使用すること。こっちかなね。セレクト。はい。やっぱりね、僕のこのゲーム配信の目的の一つは、皆さんにサイレンを思い出してもらったり、初めて人はこう、興味を持って好きになってもらう。それが僕の使命でもありますんで、 もちろん進みたいんですけど、10分だと進めなそうなので、ちょっと高藤先生のところだけ入って、みんなで、この間の続きのアーカイブを見てみましょうのコーナー、開催したいと思います。前回見たこれ前回見たんでね。大丈夫よ 少ししたら校長先生が助けに来てくれるから先生、それがねその校長がね,ね高藤先生ちなみに僕高藤先生とはね結構飲み仲間だったんですよ当時ゲーム出た後かな、うん、サイレンのねゲームショーで当時サイレン1はゲームショーで発表したんですけど その時にね、打ち上げに来てたのが、石田役の江戸さんと僕と、あと、高藤先生役の方。で、打ち上げがあったんですね。あの、ゲームショーの近くでね。で、そのゲームショー終わった後に、おっきい会場を押さえていただき、サイレンのスタッフさんに。あと、SIE さんかな。当時 SIE じゃなかったけどで、みんなでね、飲んだね、サーサーまでね。 で、高藤先生はお酒大好きで強いって言っててで、僕も当時すごい好きで何でも飲めたんで、21とかで怖いもの知らずだったのかな。で、なんかあの、何がなんか2軒目がね、日本酒が美味しいお店だを用意してますって言われて、それであの、日本酒飲み対決しましょうみたいなかなってね、誰かが言い出したんだよな、当時のスタッフさんの誰かが。 で、高藤先生と僕でみたいな感じでね。飲みましたね。そんな思い出があります。さあ、ここはいいとして、アーカイブ見てみましょう。以上、裏話のコーナーでした。裏話のこのコーナーの次は、これ、こちら !SDK 本人とサイレンのアーカイブを見てみようのコーナーアーカイブ、アーカイブ。 さあ、時間がね、中途半端になってしまった時といえば、このコーナーが来ます。はい。皆様も大好き、アーカイブのコーナー。前回はですね、えっと、前回の途中、あ、いいですね。確かこれをやったから、こっからだはい、ここまで皆さん楽しかったよ。アーカイブも楽しみだよって方は、ぜひとも今のうちにですね、いいね。そしてチャンネル登録、まただ,だよって方は、チャンネル登録、お願いします。そして、コメントも、どしどしお待ちしてます。励みになります。よろしくお願いします。 さあ、アーカイブのコーナー、始まりましたけどもね、早速来ました。先ほど撮ったテレホンカードでございます。見てください。ね。今年のオンラインイベント、いかり2020、非公式いかり2020にも出てくださる、あの方の、貴重な水着ショットですかこれは。ねえ。ミーナの水着ショットでございます。皆様。世の男性諸君。サイレン大好き男性諸君。 いかがでしょうかねこの間声を聞いたばっかり、ばっかりだからね。余計になんかリアリティがありますけども。バーン特別検証テレカ。テレビ、ハートはドキドキで人気急上昇のミーナのバーン特製テレホンカードをなんと、7な,な,なんと、ドーンと2名の読者の皆さんにプレゼントしちゃいますっていうね。もうドーンと2名っていう時点でもうふざけが飛んでるんですけども。 ミーナのこれからの活躍がとっても楽しみだねっていうことでね。ド <laughs> ーンと2名っていうことで、あんまりね、お金がない本屋さん、本、本だったのかな。ね。会社だったのかもわかりませんね。さあ、続きまして。これちゃんと書いてあるね、でもね。なおこ、みハマって書いてある。なんか時代を感じますね、またね。 さあ続きまして。また出た、これ難しいやつ。天地、急の殿。ていうのかな一応、須田京也の初日7時のところで撮ったアーカイブですね。羽ニー村に伝わる聖典独特の終末思考が記されている。記されている。怖い。さ,から,さらに、さらに詳しくしてみよう。あれこれこの間なんか見たかってっけなんか見た気がするな、これ。 ねなんか見た気もする。あ、見た見た。これ見た。あ、そっか。足されてるんだね。さっきのアーカイブ新しく足されたんだ。はいはいはい。これも見た。そうだ。テレカがね、新しく入ったんだよ。で、これも見ましたね。カルテも見ました。で、これもなんか見た。あ、これ新しいかな。この間見てないな。海帰り。忌送り。海帰りん 海送り。牧野さんの初日12時の時ですね。兄上田村に古来から伝わる民族行事、旧暦のみそかに、黒装束に身を包み、なんだっけこれ何が当たってんだっけなに、身を沈め、一年の罪や汚れを払い清める。この後に行われる儀式は、 あ、こっちら、海帰りだね。海帰りと呼ばれていると。もともとは水辺を、現世と情勢の境目であると見立て。厳世の、ちょっと難しいんでね。あとは、あの、ストップさせながら見てください。マナガね。あれでマナ川なんだね。これでマナが全またくよく考えましたよね。サイレンの方たちも、こういう字を、あまり見たことない、こういう字をね、使って、やっていらっしゃるという。 この絵とかさ、リアルなやつ見たいよね。あったのかなアーカイブサイレンってどうだったかなあ、これまたいいですね <laughs> あ、これいいねあんのよりこの大学ノート。たけ先生の初日12時。ね。大学ノートにいたずがきして先生の似顔、に顔、似顔絵書いてるっていうね。これあるあるでないですかしかもイケメンに書いてるな、より。もともとイケメンだけども。 うん、民族学講義のノート。余モツヘいイ。ヨの国の火で煮炊きをした、煮炊きをした植物を食べること。食物を食べること。死者の国のしょ植物を食べることで、原生に戻れなくなるという概念。ああ、なるほどね。世界中に分布している。 神話形式。眠すぎ。以下。解読不能。<laughs> 眠すぎまでここに入れるべきだったのかなこれ。<laughs> ねえ。ええ、うまいよね。だ、あ、これだ。これ同祖神だっけあの、志村さんがクリアした後左側がなんかな。同祖神の方出てたやつ。あと、三浜さんが ね、逆に戻ってきたときにあったとこやつだったっけ確かね。あ、そう三浜さんのとこだもんね。男女の姿が浮き彫りにされた道祖神。道祖神は、うん。上部にはマナジカが彫り込まれており、ここにも村独自の信仰対象としての 何なんちゃらかんちゃらと。なるほど。あ、これだこれ図書カードだあのランドセルの中から取ったやつ。ね。棚番号。386番。六番。羽生田村。羽生羽生田村民話集って書いてあるね。字は、よく見た、らないと消えてるけど、 吉川奈美子さんは見えるね。あ、あ、あれじゃないあれや、え矢尾さんじゃない下から2番目。矢尾久子って書いてないみんな見えないかちょっとあれで荒くてね。ごめんなさい。なんか、上から、下から2番目の人、矢尾久子って書いてある気がする。いや、面白いね。アーカイブってね、改めてこうやってみるとね、皆さん。 やお久さこって書いてあるよ。図書か、貸しか、え図書貸し出し用カード。棚番号、うん。羽生田村見まし最後の貸し出し者、吉川奈美子。ね羽生田村小学校図書館、他解読不能って書いてあるじゃんだけどよく見たら、これの左っかの写真のとこよく見ると下から2番目、やお久さこって書いてある。すごいね。 ちょっとテンション上がるね、こういうの。さあ、これは見たかなうん、見た見た。これは見たね、前回ね。これも見たね。んマキノ、マキノケイドン。嫁入りの儀の。あ、これ見たいね。あ、これも見たね。タモン先生のね。 これを見た。あ、戻っちゃった。つまり私はまだこれだけしか撮れてないということですね。これ、つまりまだっていうか、私、今回あの、この企画やりにあたってい,いつも言ってるんですけど、アーカイブはちょっとすいません、無視しますと。あの、たまたま拾えた、もしくは、あの、ついてきたものだけはですね、あの、撮りますけどもって言ってやってますんで、どうしてもすいませんね、ちょっと短くなってしまうんですけども、このような感じで、やらせていただいてます。はい。 ぜひね、興味あるなーっていう方はですね、実際にサイレンを、またあの、プレイしていただいてこ、こアーカイブ全部揃えてみたり、あとはですね、こっちですね、サイレンマニアックスっていう、これも私自分で買ったんですけど、このサイレンマニアックスとかを見るとですね、結構いろんな細かい情報が、こと、あ、あったと、先ほどの、この、ね、番。買ったんですけど、あっ<と>たサイレンマニアックスとかを見ると、ぴったりなりました。 このね、バンとか出てますんで、このアーカイブこのアーカイブはすごいですよ。えっ、ー、と、00、ね、この001とかって書いてあるやつから、ずっと見ていくと、えっ、ー、と、100個。はい。100までございます。これね、サイレンマニアックス見ていただけると、より詳しいことが知れたりとかしますんで、ぜひとも皆さん、お試しあれ。 はい。ということで、なんかちょうど1時間。やっぱこんな感じなんだな。2個行ったら、1時間1回行かないかぐらいなのかなーっていう感じでしたね。ちょっと皆さんのチャット欄にを見させていただきつつ。本日も1000名以上の方が本当にありがとうございます。本当にあのね、週の頭のためにね、そして寝る前のひと時にぜひとも、 こちらの SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況。そしてサイレンの方よろしくお願いします。夏にはイカエリがございますんで、ぜひとも一緒に楽しみましょう。お願いします。さあ、ということで、まあ今回はここまでという感じですかね。そして次回はですけども、先ほど言いました通り、高藤先生の初日の終了時にですね。 体育館非常口の内鍵を外す。そしてはるみちゃんと学校間を脱出という。そこからスタート。だこの流れで行くと次が美浜さんとかになるのかな。これまたやばいなという感じになるかと思われます。はい。まあ、本当にね、こうやってなんか皆さんとね、一緒に楽しく時間を過ごせるっていうのも嬉しいですし、えー、アーカイブもね、えー、だいぶ溜まってきましたんで、まだ見てないよっていう方はぜひとも、あのー、見ていただけたらありがたいと思います。 はい。そして、えー、明日はですね、明日って言い方はあれか、生だが、アーカイブ見る方はあれですけども、えー、生電話ゲスト発表企画、ラストになります。はい。夜、また19時からやりたいと思ってますん、ね、で、皆様よろしくお願いします。はい。ということでですね、ちょっとみんなとおしゃべりしてからにしましょうかな。せっかくですからね。うん。ありがとうございます、皆様。 お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。本当に本日もね。ちょっと本当にね、このペースでいけるかどうかわからないんですけども、も目指します。8月5日まで。まずは、そこまでね、えー、頑張ってみて、というとこですかね。どこまでいけるかわかりませんけども、ちょっとね、先を考えすぎても、ね、あの、近いところがおろそかになりますから、まずはこうやって一個一個頑張ってやっていきたいと思います。皆様本日もありがとうございました。うん。 はい。怒りまで、毎日続けてくださってもいいんだ。<laughs> 身がもたん <laughs> まあ、たまにあるからこそ楽しい。ね。そしてまた、こうやってサイレンをね、思い出してくれたりとか好きになっていただけたら本当にありがたいと思いますんで。そのためにはぜひともね、皆さんではこのサイレンを広めていっていただきたいですし。あ、ナミさん、みっちゃん上手です。ありがとうございます。そして、えー、メタメタモンモンさん。SDK と同じペースでサイレンやってます。頑張ってください。あー、素晴らしい。ぜひとも一緒に頑張りましょう。 ねそんな感じでこう皆さんでねあのサイレンをそして怒りをね盛り上げていただけたらいいなと思いますし、えー、そのためにも僕も頑張りますんでぜひとも皆様よろしくお願いしますということで以上ホラーゲームサイレン津田教役の品井瑞しでした今回もありがとうございましたまた次回お会いしましょうじゃあねエンディング曲も忘れず聴いてね